今回私たちメディアパートナーが取り上げるのは近年話題の女子サッカーです。なでしこジャパンのワールドカップ優勝もあり、近年女子サッカーの認知度は高まっています。選手の人たちも増えているようです。日本サッカー協会に登録している女子選手の人数は10年前に比べ7000人以上増加、女子のチーム数も300以上増えています。文京区でも日本サッカー協会と協力して平成22年度文林中学校に女子サッカー部が誕生、現在も活動しています。バレーボールやバスケットボール、バドミントンなど体育館で行える競技と違ってサッカーには広いグラウンドが必要ですが、文京区には残念ながらあまり見当たりません。そのため小学校年代でクラブチームなどに入っても卒業してからもサッカーを継続できるという環境がなかなか整っていないのです。今回番組では小学校そして中学校という若年層に注目して現在活躍しているチームを取材しました。今回取材に協力していただいたのは文京学院大学女子中学校のサッカー部。2004年に中学生が入部するようになり今年で10年、その間2度都大会で優勝しています。文京学院の中学高校の総監督を務める床詰先生にお話を伺いました。ここまで結果を残せる理由って何なんでしょうか。やはり中学の、学校チームというのがまずそんなにたくさんない中で、毎日毎日練習ができるっていう環境を作れる山田っていうのが練習を見てる時間が長いかなというのがありますね。やっぱりあとはちょうどそのチーム構成人数とか特に選手を集めてるわけでもないので、ちょうどこう今がやりやすいその人数であることも事実ですね。何しろよく頻繁に選手たちを見るチャンスがあるっていうことと、ちょうどその 見切れる人数であるっていうことが結果が出てる一番の理由だと思います。今年度行われた東京都女子サッカー中学校大会では見事決勝に進出。3月に決勝戦が行われました。決勝戦の対戦チームは修徳中学校、昨年同じ大会の決勝戦で敗れた相手です。高校生チームやバレーボール部の生徒も応援に駆けつけました。熱い声援に励まされプレーにも熱が入ります。前半は一進一退の攻防が続き、両チーム無得点のまま終了しました。すごいいい戦いをしているから、あとはそのフィニッシュのところで、精度を上げる。サイドの選手はボール切れなさすぎ。山田監督はメンバー一人一人について細かく指導を。勝負を決めるのは、気持ちの部分だから、ね、絶対負けない。気持ちを持ってやってください。はい。後半開始3分後。相手チームの豪快なシュートが決まり先制を許します。その後も相手のペースで試合が進んでいきました。万事休すかと思われた試合終了10秒前、文京学院チームにこの試合初のコーナーキックのチャンスが巡ってきました。ずっと練習してきたというコーナーキックは見事にゴールへとつながり、試合終了間際に同点に追いつきました。すごいいいリズム。これって勝つチームの、理想的な形だと思うからね、絶対勝ちましょう。はい。PK では両チーム2本成功の後の3本目、相手チームのボールをキーパーの松井選手がファインセーブ。文京学院チームは見事全員がゴールを決め、劇的な勝利を収めました。キャプテンの清水選手に試合の感想を伺いました。最後まで全員が全力で戦えたと思います。ひたむきにサッカー頑張るところだと思います。3年生にとって中学最後の大会を見事優勝で締めくくることができました。選手の保護者の方にサッカー部での活動をどう思っているか伺いました。
で、先生方と仲間たちに恵まれてものすごい成長して、はい、もう感謝でいっぱいです。文教学部ならでは の、はい、育成方法というのはあるんでしょうか。はい、やはり、みんな自分はその上手くないと思っているので、逆に言うと頑張んなきゃいけないと思いますよね。だから誰か ずば抜けて上手い選手がいれば、そこで例えば あの子と私は違うなとか、これ勉強も同じですけどね、差があまりにもありすぎると、まあ、あはなれないなって限界を感じてしまうことあると思うんですけど、文教の場合はそれが逆にないので、みんなが同じようなレベルの、そんなにズバ抜けてうまい子もいなければ、まあ、そんなにズバ抜けて下手な子もいないっていう環境の中で、まあ、何人かその文教でぜひやりたいっていう子が1人2人、本当だったらもっと上のレベルに特待でね行ってもいいっていうような子が、まあ、うちに来ることによって、その子たちが刺激を与えて、で頑張ろうって気になってる。また文教学院の大きな特色は、高校までの6年間を通してサッカーに取り組める環境が挙げられます。中学からであれば保護者の意識の中に、その6年間安心してそのスポーツと勉強の両方やらせたいっていうニーズは結構あるんですね。ですからやっぱりその辺のニーズに、それはやっぱり公立中学校に部活がないっていうことですよね。これがもし公立中学が部活ができちゃったら、でしかもそれがしっかりとうちと同じように普通に部活を毎日やって、先生も熱心にやってってなったら、まず叶わないです。こちらは小学生対象の女子サッカーチーム、文教ダンドリオンサッカークラブ。平成24年の春に誕生し、現在およそ20名のメンバーが在籍し、千駄木小学校や文林中学校のグラウンドで練習を行っています。できるだけかかとの方で当てるよ、インサイド。サッカー経験のある保護者の方が中心となってチームの指導に当たっています。竹下監督に設立から2年を経て、チームがどのように成長したかを伺いました。そうですね、子どもたちがやっぱりサッカー、もともとなでしことかありましたんで、サッカー自体は知ってるんですけど、単にそれがボールを蹴るだけのスポーツだというふうに思ってて、多分スタートしたのが2年前、今2年間経ってみて、やっぱ子どもたちがやっぱチームとしてパスをしたりとか、あるいはみんなが頑張ってるから自分も頑張らなきゃいけないとか、いう形でチームスポーツだというのをきちんと理解をして、取り組んでくれているというところが多分一番大きな違いかなというふうに感じます。小学校も違う子どもたちがいっぱい集まってるクラブチームですので、やっぱり同じ学年だったり、まあ、一つ上一つ下の子たちに対する気の使い方もそうでしょうし、まあ、サッカー通じて仲良くなる、まあ、学校で勉強通じて仲良くなる子もいると思いますけど、やっぱりスポーツを通じて仲良くなるというところの、まあ、いい一面も見えてるかなというふうに感じますね。そんな中でどんな指導を心がけておりますか。まあ、難しい話ですけども、まあ、女の子ではあるんですけども、やっぱりチームスポーツ、あとはまあボールゲームというところなんで、やっぱり一つは勝つことから学ぶこともあると思いますので、まあ楽しいだけじゃなくてですね、厳しい側面も持たなきゃいけないというところもあるでしょうし、一方で嫌いになっても仕方がないので、やっぱり楽しいところ、例えばゲームを取り入れたりとか、あるいはゲーム的な要素を取り入れたりとかいうところで練習は工夫をしているつもりです。なるほど、わかりました。文教ダンドリオンサッカークラブが目指すのは、サッカーを楽しむ、そしてサッカーが好きになること。サッカーの楽しさをキャプテンの山下さんに聞いてみました。チームメイトと力を合わせて、その勝つっていうところに行くまでがすごい楽しいです。まあ、低学年とかは高学年とのこととかとちょっとだけ差があったりすると、そこを小さい子に、まあ、合わせる感じでやるところが、まあ、大変っていうか、まあ、楽しいんですけど、ちょっと、まあ、大変かなみたいな感じです。まだスタート地点に立ったばかりですが、女の子にもサッカーができる環境がゆっくりと、しかし着実に整いつつあることがお分かりいただけたのではないでしょうか。ただグラウンド不足をはじめとする問題は男女共通の課題でもあります。幼稚園、小学校、中学、そして高校へとサッカーの糸が縦につながっていくことで、これらの課題が解消される日が来ることを祈っております。